モトラとつくばムービーご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は2007年式 R1200GS のご紹介です。2007年式の R1200GS は、前年まで、サーボ機能がついた、ABS のシステム、そうですね、インテグラルブレーキシステムから、サーボアシストなしの、ものに、変わってます。最近、サーボ機能付きのトラブルが修理入庫は結構多いのですが、この車両に関してはサーボなしなので、その分の不安が1つ解消されます。ただ、メンテナンスは、メンテナンスインターバルはきちんと守っていただいて、言うならばブレーキ液の交換を12ヶ月点検、もしくは1万キロ点検でやっていただくというのが、まずは低速ということになりますので、ぜひご理解のほどお願いいたします。現車は当店で下取りで入っている車両になります。スポークホイール仕様ですね。前回のムービーでお客様のスポークホイール仕様、水冷のやつをご紹介しましたが、たまたま同じスポークホイール仕様のやつが入ってまいりました。そして車外品パーツは前後オーリンズサスペンションですね、入っております。ノーマルのザックスサスペンションも素晴らしいのですが、やはりオーリンズサスペンション、スウェーデン製のオーリンズサスペンションは一度装着すると、その素晴らしさに非常に感動いたします。パニアケース、トップケースも装着しております。そして ETC も JRM1 タイプ、日本無線タイプのやつがこの下に装着されております。この方の時もすでにもうこの機能があります。拡大縮ですね。トップケースも同様ですね。こんな感じになっております。ここの取り付け部がこの、ね、年代特有で、このようにこう稼働するタイプです。今のタイプはこの形態タイプではありませんね。車両の状態は、正直、現車入荷時には、右ゴケによるミラー関係のちょっと、傷はちょっと見受けられます。ちょっとエンジンの始動いたします。この世代ではウインカーが左右にあるタイプで、ウインカーのリリースボタンはこちら、グリップヒーターですね。まだ E さんがこちらの車両は装備されておりません。車外サスペンション仕様ですから、最新モデルでもし、災害ですと E サイニット純正を利用してざるを得ないんですが、この世代にはまだそういう機能がありませんので、スクリーンのこれ高さ調整もできますね。現車は、おととい、2017年の1月の11日に、設営しました、仮展示場ですね、の方に、展示しておりますので、ぜひ、ご覧になりにいらっしゃってください。モトラットつくばムービーでした。